どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはドン、海賊だったらどんなやつでも歌える曲、ビンクスの酒、麦わら海賊団。こちらの曲、このウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみましょう。この曲はアニメワンピースの中の劇中歌で、もういろんなところで歌われている、もうほんと海賊だったらこれで大合唱できるぜという曲、僕らも合唱していきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はそこにノリノリのあのリズム感加えたかっこいいバージョンがあります。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽聴くの最高だけどやる方がもっと最高なんです。このウクレレだったらどんどんね、どんな方でも、不器用な方でも音楽楽器触ったことない方でもモリモリできますよ。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube の中にはそういうね、誰でもなんかできるプログラムがあって、それ見てるだけでどんどん弾けるようになります。もうちょっとしたらそこに、ここにね、リンク貼りますんでね。ここ行ってやってみてください。行きますよ。ここです。クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた1400曲以上の超簡単ウクレレレッスン動画がすでにアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあ、ビンクスの酒、思いっきり歌いましょう。まずは初心者の向け超シンプル簡単バージョンゆっくりやってみます。ワン、ツー、スリー、ホイ、ヨーホー。これはもうめっちゃ盛り上がる。肩組んで歌いたいってでも肩組んじゃうとウクレレ弾けないななんて思いながらもです。これみんなで歌いたいですね。これ乾杯しながら、はい、そんなね、そんなニュアンスの曲、これ大合唱したい曲でございます。で今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ちょっとオリジナルショートカットさバージョンさせていただいているんですけど、フルでやりたい方はこれね、もうコード進行同じですんで足していってフルコーラス完成させていきましょう。このねヨホホホのところ
ここが気持ちがいいんですよ。はい。で、これかっこいいバージョンではちょっとコード進行変わって、さらにかっこよくおしゃれになってますね。最後まで見てくださいね。で、今のシンプル簡単バージョンをガズレレ動画と一緒にゆっくりセッションできるようになった、一緒にできるようになったという方は、次のステップは、今度はご自身だけで動画を見ずに歌う。これがいいと思うんですよ。その時にやっぱり何かを見ないと最初は無理なんで、まあいずれ覚えちゃうのがいいと思うんですけど、ガズのね、このノートをこうやって公開してます。もうノート22冊目になりました。はい。このガズのノートの、こんな風にね、ガズいつも書いてるよとかって、もう画面映してシェアしてるんですけど、ただいまこのガズクラブというサービス始まってます。このガズクラブって一体何だということなんですけど、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のビンクスの先を含む、ガズが今まで取りためてきた、もうあらゆる音楽ジャンルの曲のノート楽譜が、毎月5曲、皆さんのお手元にダウンロードしていただけるという画期的サービス。今こっちのね、ストックは1000曲ぐらいあるんでね、ぜひともどんどん音楽始めていきましょう。みんなご活用ください。今もう500名以上のメンバーで、もうモリモリ活動しております。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回行われているガズクラブ限定オンラインライブ配信イベントがありまして、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次11月1日に90年代ソング特集やります。これめちゃくちゃ盛ります。世界中から参加していただいてね、もうオンラインですからセッション1曲をわーっと歌う、気持ちがいいです。あとは非公開の SNS で毎日ガズが朝7時からラジオ配信ガズラジ始めています。そこではですね、みんな、その SNS の中でどんな質問にもガズが答えたりとか、みんなでワイワイやったりとか、あとはね、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所も何箇所もあるんでね、ぜひご活用ください。ガズクラブ楽しいですよ。はい。では、映してまいります。はい、どうぞ見てください。これね、下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンなんですよ。で、上の段はなるべくシンプルにしようと思ってやったバージョンで、今やったシンプル簡単バージョンです。なんで、これ、初心者コードなんで、ちょっと慣れてきたら下のコードどんどんチャレンジしていただきたいんですけど、ここで見て、ちょっとこれ、かっこいいバージョンでここにメロディー入れたりしますんで、これ後で解説していきます。これが、メインのね、ヨーです。はい。で、ここら辺はこの2行見てください。このコード進行が繰り返されていくというパターンで、認識していただいていいと思います。こんな感じで歌詞がどんどん変わっていくだけね。で、これ1番やったら、ここ見てください。サビエって書いてある。ここね、本当は感想が入るんですけど、これガズレレオリジナルアレンジで、ここでもう一回ヨーホーホーって、ここいっぱい歌いたいから入れちゃいました。はい。で、またここに戻ってくるという感じですね。2番。そしてまたこのサビやって終わります。予報法をやって終わったよというのがガズレレオリジナルアレンジでございますので、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ出てくるコード見てまいりましょう。はい。結構コードは多いんですよね。見ていきます。C と Am と F、D7、Dm、C7、A7、G7。このね、6、7、8個のコード。これはですね、皆さん、いっぱいあるように見えるかもしれないんですけど、ご安心ください。これ入門コードのグループ、ドーン、これです。ガズレレ必須コードのメンバーです。このガズレレ必須コードっていうのは、ウクレレで音楽始めようかなと思ってる人に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループ。コードっていうのは本当は星の数ほどあるけどね、これ10個のコード。これ覚えといたらもう本当にいいことばっかなんで、ガズがね、解説してる動画をここにシェアしておきます。これ必見ですからね、10個もあるのかと思うけど、1個ずつ見たら簡単なんで、この動画見たらすぐ覚えられます。ぜひこれ覚えてください。今日はその10個の中の8個。出てきますよということで、これね、盛り上がるんだけど、ちょっと皆さん今やってみて気づいたでしょ。このワンブロックに4つ入るところが、ずいずいやってくるんで、すごくゆっくりやっても、ここのところね、ビンクスの酒、ここ、届けに行くよ、海風、ここ、C と F のこの順番間違えるとね、気持ち悪いって感じになっちゃうんで、ゆっくりでいいんで、このね、ワンブロック4つ引き、これちょっとね、ゆっくり練習して、だんだん自分のものにしていってください。けど、最初めちゃくちゃゆっくりやった方がいいですよ。このワンブロックの4つとかで、わわわわってバイってなっちゃうと思うんでね。はい。そんな感じで、まず楽しんで4つ引きで弾いてくださいということです。はい。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。その前に、いつもこの後に歌のね、ことをちょっと言いたいんですけど、やっぱりこの曲って、よほほほ、こう、テンション上げて、もう楽しい雰囲気満載でいきたいですね。もう、俺たち海賊だぜ、ワーオーみたいな、なんかそんなイメージ、イケイケな感じで歌うのが楽しいと思います。じゃあ、ここからかっこいいバージョンに入っていこうと思います。かっこいいバージョンはね、コードは全く一緒なんですよ。ただし、このさっき言ったみたいに、ちょっとね、コードの順番が変わったりとかするっていうところがあるんです。基本的には A メロは一緒ですね。なんで、唯一コード進行変わるとこは、ヨホホヨホホホの最初のところが C と G7 にコードがちょっとね、増えたってこと。ヨホーヨホホホ。この辺しか変わんないってことなんですけど、あとやっぱだからそういう意味で言うと、大きく変わるのはやっぱリズムですね。このね、かっこいいバージョンはいろんなリズム、どうしよう、どのリズムでやったらかっこいいかなと思ったんですけど、これでいきます。ドン!ルンルンビート。久しぶりに来ました。ルンルンビートだけで、この曲いっちゃおうかなと思います。ルンルンビートっていうのはちょっと C で弾いてみます。こんな感じ。トントチャントトントタントトントタントトントタ。これね、
全然これ8ビートでも何でもないです。超シンプルですよ。ただしシャッフルのリズム、リズムがすごく跳ねてるんですよ。今のリズムって、普通のリズムって1、2、3、4、今のシャッフルのリズム、跳ねてるリズムのことをシャッフルって言うんですけど、そうするとこうなります。タッタ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 、このこれが跳ねてる感じ、これできますかね。タッタ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 、これ口で言うのが結構ポイントで、これができるんだったらタッタ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 、はい、その次はここにアクセントです。トントタットトントタットトントタットトント、このアクセントが結構大事。トントタントトントタント、これがルンルンビートです。これルンルンビートってシャッフルのリズムで跳ねてるリズムなんですけど、体をめちゃくちゃ揺らすと、ルンルン気分でやるとすごくいい感じになるという解説の動画、ここにね弾き方のリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚、その中からルンルンビートの動画でもうじっくり解説してますんで、もうこれでやっていきましょう。でこの曲でやるとワンブロック4つのところとか、ちょっとね A メロのとこやってみようかな。ビンクスの酒を届けに行くよ、海風に任せた網任せんとだ、トントタンコトントタンコトントシーの FCF C F F A マイナー G セブン C、 こんな感じかな。基本的にはトントタントトントタントっていくんですけど、ワンブロック4つの時はこう適宜アクセントを調整していただいてもいいと思うんですけど、基本的には体をこうグイグイ揺らして、このルンルンビートなんですけど、すごく気持ちよくやってるとですね、やっぱりテンポがどんどん速くなっていってしまうので、こうゆっくり落ち着いてね、できるようになるのがいいと思います。じゃあね、今回かっこいいバージョンですごくキーポイントになるフレーズがあるんです。それはですね、ヨホホヨホホホの要はサビというかメインのねところですね、みんなで歌いたいとこ、あそこの一番最後のところでフレーズを入れます。ちょっとやってみます。テロップ出しながらやるんで、聞いてみてください。さあ、はい、ヨホーヨホホホーダンヨホーヨホホーココ、わかった。今のところね、C 押さえてるでしょ。ここ1弦の3フレットじゃないですか。これ1弦の3、2、1って下がります。もう1回ヨホーヨホホホー、次ですよ、ヨホーこんな感じです。これ簡単だからやってください。ダンダ321、3321って感じですよね。もう一回やろう。ヨホーヨホホホー、はい、ここよ、ヨホーヨホホー、321、ヨホーヨホホホー、ヨホーヨ、また来る、321、こんな感じです。321、かっこいいんですよ。このフレーズが急にかっちょよくなる秘訣でございますね。このワンフレーズを入れて、こうテンション高くルンルン、体ごとルンルンビートで、このビンクスの酒大合唱してまいりましょう。それでは行くよ、麦わら海賊団ビンクスの酒ガズレレルかっこいいバージョン、ルンルンビートバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー、ヨホホホー、ヨ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 ホホー。
麦わら海賊団のビンクスの酒ガズレレ流かっこいいバージョンやってました。このルンルンビーツなんかね、ほんとこれ大勢で歌いたいね。これもうちょっとコロナも収まってきて、なんかイベントあったらこれもうみんなでガーって歌ったらね、きっと気持ちがいいなって妄想してます。楽しんで歌っていきましょう。さあ皆さん、この音楽の楽しさ、周りの方にもぜひお伝えください。ウクレレ簡単で楽しいよみたいな感じで。はい。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用くださいね。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっと、途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ。こちらももうほんと500名以上のね、メンバーでもほんとに楽しんで、毎朝、僕がラジオ配信したりしてるんですけど、このね、アプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん書く、いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただく。これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップとか、T シャツだとか、あとね、このリュックサック、これもあと、ほんとあともう数個になっちゃいましたけど、これウクレレコンサートサイズが入るリュックサック型ウクレレケースなんですね。これ中開けると2つのポーチがこう、ね、取り外しができるセパラートタイプのポーチがついてて、譜面台を入れたりとかチューナーを入れたりとか、こういうふうなついてて、まあ、楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持てるとかね、これビジネスマンでもね、スーツにも合うかなみたいなデザインしております、そういうグッズがいろいろあるというと、この水引きもね、これ私の両親が手作りこんなのもやってたりとか、これです、これこのリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね本のシリーズもね、これ3冊合わせてもう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さんなどでちょっとこれチェックして、もうもちろん Amazon でもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあ、これからも面白いこうミュージックライブを、楽しいミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ、楽しむ、これが真ん中にあって音楽、素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。